はい、どうもぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけで今回のテーマは、ラケットが立つボレーの方法ということでね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるわけなんですけれども、皆さんね、ラケット立ててボレーしてます？おそらくね、初中級者の方はほとんどの人がラケット寝かしてボレーしてると思います。実際ね、レッスンで、コーチとかにもラケット立ててボレーしましょうねって言われると思うんですよ。で、意識してね、ラケット立ててやってみるんですけれども、なかなかしっくりこず、ラケット寝かした方が、実はしっくりくるみたいな感じでね、戻してるとまたラケット立ててくださいねって言われるんで、こいつも何回もラケット立てろ立てろうるさいな、もうハッとしたって、なってる方ね、結構いらっしゃると思うんですよね。結局ね、ラケット立てると玉足が短くなるんです。わかります。めちゃくちゃわかります。僕もね、昔はそういう感じでした。どうしてもラケット寝かした方が玉足が長くなるんで、ボレストとかでもいろんなところで成立しやすいっていうのがね、本音なんですよ。こんな感じでラケット立てることに対してメリットが見出せないから、意識が長続きしないと。要するに、ラケット立てても玉足が長くなれば、おそらく皆さんしっかりと継続して意識できるんじゃないかなと、僕は思っております。そのためのめちゃくちゃいい方法が、めちゃくちゃおすすめできる方法が、一つありますんで、今回はね、その方法をちょっとご紹介させていただきたいと思いますんでね、ぜひね、皆さん最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速本編スタート。はい、それでは早速やっていきましょう。今ね、僕がボレーの球出しを受けてるのを見てもらってると思うんですけれども、もうズバリ、正解から言います。足の使い方ですね。はい、もうサムネにもあったと思うんで分かってもらってると思いますが、ラケットを立てる方法っていうのはもう足の使い方です。はい、ただラケットを立てるっていう意識だけではどうしても、ボールが飛ばなくなってしまうので、ボールを飛ばすためには足の使い方が大事になってきます。今ね、球出し見てもらってても分かってもらえると思いますけど、結構ね、ボディ気味にボールを出してます。で、体を避けて足引いてボレーするっていうことをお伝えしたいんじゃなくて、これがラケットを立てるヒントになるわけですね。おそらくですね、ラケット寝てる人っていうのは一番打ちやすい打点って、ちょっと体から結構遠めのボールが打ちやすいはずなんですよ。それに比べて僕らみたいにラケットが立ってる人間にしてみると、ちょっと近めのボレーの方がしっかりボレーしやすいんですね。じゃあ続いて正面アングルから見ていただくんですけれども、足の使い方に注目してみてください。軸足と呼ばれるものが多分後ろに下がってクロスしてるはずなんですよね。ちょっとね、スローにして見ていただきます。次のフォアボレーからちょっと解説していきましょう。フォアボレーね、まず左足が出るんですね。ほんで右足がクロスする。で、これ大切なのは一歩目の出す足がどれだけボールに、打点に対して近づけられるか。これはちょっとね、ボディすぎるんで離れましたけど、次のボレー見といてください。左足ですね、左足がボールに寄っていって、で最終的に右足クロス、この形。次のバックボレーも右足がボールに寄って左足クロス、これができてるかが大事なんですよ。これをね、見よう見まねでやってってなったら、どうしても引き足だけ、動かす人が多いんですけれども、大事なのは一歩目の足で打点に近づくっていうことが大事です。引き足だけをやってしまうと、ただ単純に体から打点が離れてしまうんで、結果ヘッドが寝てラケット寝てる状態でボレーしてしまうことになるんで、変わらないんですよね。もう一回ちょっと背面アングル戻ります。で、ほんだら2歩目の足は引くだけでいいのかっていうことになるんですけど、2歩目の足も大事なんですよね。引くことが大事なんじゃなくて、2歩目の足、引き足に体重を乗せる、これが大事です。これがね、できてないと結局打点が詰まった状態になるので、これもね、うまくいかない、一つの要因になってしまいます。スローでちょっと見ていただきましょう。引き足の方に体重がかなり乗ってるはずです。バックボレーに関しても1歩目近づいて2歩目引
利き足に体重が乗ってる。これもね、結構よくある間違いが、一歩目近づきます、そこまではできました、二歩目引き足出します、ほんだらまだ体重、一歩目の足に乗ってる。まあそうなってくると、結局顔と打点の距離っていうのは、かなり詰まった状態に、一歩目近づいてますからね、打点がかなり詰まった状態になるので、これでは結局意味がないです。しっかりと引き足に体重を乗せて、ある程度の、顔と打点との距離感を保ちましょう。じゃあ次はちょっとボレストを見ていただきます。ボレストで僕が、ちゃんとその足の動きができてるかというところを確認していただきたいと思います。まあ実際ね、こんなボレー一本一本に対して2本も使ってる時間ないんちゃうんと、ぬい散歩が言ってることは基本的にもう机上の空論やと、言われかねないので、実際僕がしっかりとその足を使って実践できてるかっていうのを見ていただけたらなと思います。まあもう喋ってる間に何本も使ってると思いますけど、まあまあ意識してやってるので無理やり使ってる場面はあります。もちろんこの足の使い方をすることによって何が良くなるかというと、体が起き上がりやすくなりますね。足を出すだけではいつも言うてますけど、前のめりになってしまうんで、ネットとかアウトっていうのが非常に増えてきます。ただこの足の使い方を意識することによって体が起き上がってくるので、その分、玉足も稼げて、ネットとかアウトとかも減ってきます。でもう一つ、この打ち方をマスターすることによって得られるメリットとしては、近い打点が打ちやすくなる。おそらくね、ラケットが寝てる人のストライクゾーンっていうのはちょっと体から離れたところなんですよね。で、いつも言うてるようにボレーってどちらかというとドーナツ形状、真ん中に穴が開いてて、そこが打ちにくいところだと思うんですけど、この打ち方をマスターすることによって限りなくドーナツの穴が小さくなる。ただ、遠いボールは若干取りにくくなるかもしれません。でもね、ポジショニングをしっかりしてれば、ボレーなんて体の周りにしか絶対来ないので、遠いボールをしっかりと取るっていうことを念頭に置いてボレーするのは絶対間違ってますんでね、体の近くでボレーできるように、ボレーできるようにポジショニングも意識しながら、このボレーの仕方もね、ちょっと注意して、やっていただくのが、ボレー上達への近道なのかなというふうに思っております。はい、それでは最後ね、サービスダッシュをちょっと見ていただくんですけれども、今日のボレーの足の使い方、実はですね、サービスダッシュのファーストボレーとか、あとアプローチで前行った時のボレーとかに、よく使う足の使い方です。はい、僕はね、ほぼほぼ 100% ファーストボレーの時には使ってますね。ちょっと見ていただくと足使ってますよね。なんでこうやって使うかというと、どうしても前に行くと重心がね、前になりがちなんですよね。そういう時にこの足を使って体を一旦持ち上げるというイメージを持つと、結構ねボレーが安定したりしますんで、ぜひね皆さんにはこれちょっと使ってもらいたい小技テクニックかもしれませんね。はい、というわけでね、お時間も参りましたので、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。まあちょっと一回見てね、わからなかったという方は、何回か見ていただいたら確実に足の使い方は分かっていただけると思うんで、ぜひね、ちょっとこの足の使い方理解していただいてですね、明日のレッスンから試してみてください。結構ね、しっくりくる方多いと思うんですよね。なので、しっかりとちょっと意識してやっていきましょう。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おっさんぽ!バイバイ!One.